えー、皆さん改めまして、こんにちはまた25日にはなりましたけれども、まだ1月のうちでございますので、新年明けましておめでとうございます、本年も岩田市をよろしくお願いしたいと思います、えー、24年、年が明けて初めての定例記者会見でございますが、えー、まず2点ございまして、1点目から報告を置かれて説明をさせていただきます。 まず4月来年度、ですね24年の4月1日から危機管理室を設けるということを予定はしておりましたが全体的な課題等々も見えてまいりましてそして、それを解消していくためには1日も早く1時間でも早くという思いもございまして2月1日をもってです、ね、危機管理室を設置すると。 そして専門の職員6人で、まあ、危機管理官も部長クラスを置きましてですねこの組織を新設するということを決定させていただきましたあの、まあ、温暖化の影響もあるのかもしれませんが、えー、台風の磐田市もですね、えー、随分、市民が停電の久しぶりの 停電という災害を被害を味わったわけですけれどもあの台風の災害であるとか集中豪雨であるとか、まあ、鳥インフルエンザであるとか新型のインフルエンザであるとかいろんな意味での危機管理をすべく部署として今は自治防災課の防災グループで あの自治防災課、会員がですねみんなで力を合わせてやっているところでございますけれども一歩それをシンクタンク的なですね形で底上げをしたいと、まあ、こんな思いからこの施設を作らせていただきましたまた、えー、皆さんご存知の通り新たにですね UPZ 磐、まあ、田市は、えー、約12万人が3 0キロ圏内に浜岡原発からですね、えー、位置しております。そういうい意味では 新たにですね国の知見が出てその後に地域防災計画をまあ作るわけですけれどもその中でこの避難経路だとか在り方だとかということもその中に入ってまいりますのでもうそれも合わせていい機会として少し早めではございますが前倒しをして危機管理室危機管理官を置いての組織とさせていただきました。それから2点目でございますが えー、これはあの昨年のですね岡山県の玉野市さんに次いで、えー、山梨県の小布施さんということは、えー、私たちは磐田市はですね、まあ、幸いにも、えー、有効都市提携を結んでおりました長野県の駒ヶ根市さんと、まあ、深いお付き合いをしてきたわけですけれども、えー、その中にございまして あの昨年の3・11を迎えた時に私は市長としてですねもう少しリスクの分散ネットワークを広く持って深いお付き合いをしていかないと17万5000の岩田市民にとってですね何かあってはいけませんが仮にあったとするとあまりにもそこが浅い体制であったということを気づかされました。そういうい意味では えー、玉野市さんは岩田市と同じ普通市でございますが、えー、リスクの分散広域的なお付き合いということで昨年、結ばせていただいて、えー、甲府市さんはご存知のとおりです、ね、山梨県のまあ中核市全国的にも中核市で中核市としてのネットワークを全国でお持ちでございますそして昨年の10月に訪問させていただきました時に実は宮島市長からこんなお話を聞きました。 えー、水戸市さんと深いお付き合いをしていてそして、えー、あの3・11の日に電話がかかってきたとで電話がかかってきた時にその翌日その依頼された物資を積んでですね翌日3月12日に届けたっていうお話を聞きましたやはり顔の見えるお付き合いをしているがための支援だったと思いますし、えー、当然交通網は遮断されていましたけれどもそういうことも想定して陸路では こういうコースこういうコースということを事前に設定していたと聞きましたこれが、えー、まさに危機管理の一つだと思いますけれどもその甲府市さんと、えー、当初ですね、えー、2月の6日に、えー、調印予定でございましたが皆さんご存知のとおり前回の県の市長会でですね あの岩手県の被災がれきを受け入れることで臨時的に2月の6日に県の市長会を催すことが決定いたしましたのでまあ大事な会ですからまあ副市長を代理として出すわけにもいきませんのでこの予定しております3月に調印という形になりました河市、まあ、あさんには直接私が電話をさせていただきまして宮島市長にはですね そのことをお詫びも方々説明をさせていただいて3月26日の調印という運びになりました、えー、甲府市さんは中核市とはいえ J リーグの仲間ですしそれと面積もですね まあ岩田市は164平方キロですが200ちょっとの面積、まあ、類似ですそれから人口規模もです、ね、岩田17万5000に対して19万2000と、まあ、これも類似ということで,です、ね、今後いいお付き合いができればと願っておりますとりあえずプレスの皆さんにご報告も兼ねて定例会見で申し上げたいことは以上の2点でございます